あなたは音楽をどこで感じていますか？お家の中、車の中、それとも運動中？音楽は私たちにとって欠かせないものの一つだ。そんな音楽を余すことなく感じることができる贅沢な場所がある。そこはビートボックス。華やかなネオンで彩られた店内には数十種類の豊富なお酒と選び抜いたこだわりの音楽が用意されている。この場所を求めて各地の街から多くの常連客が集う。なぜこんなにも多くの人に愛されているのだろうか。オーナーが好きだからですね。であとまあ音楽も好きだし、この雰囲気もすごい好きです。なぜビートボックスに来るのか。曲が楽しいからだ。こんなコアな曲流してくれよ。もしさ他にはないと思います。最高です。お客さんのリクエストに応じて曲を流してくれるところも人気の一つだ。やばい、最高。はい、やばいだろ。ちょうどいい空間だからこそ年齢を飛び越えて多くの人が集まるのかもしれない。しかし今年で15周年を迎えた2015年、ビートボックスは閉店することが決まった。ビートボックス店長西原隆。誰にも語ることがなかった胸の内を聞いてみた。そうですね、店をやりたいと思って29歳に開けて、本当にこの仕事が好きだなと思って15年やってきました。で今でもやっぱり一番好きな仕事とは思ってます。で一番好きな仕事ができてるから、もう別に何もいらないなと思っていましたが、そのここ数年ちょっとなんか、身の回りのことだったりお店のことばっかりをずっとやってきたような気がして、自分のことをもっと楽しくできるんじゃないかなと思うとか思ってきたりして、まあそうですね、それでまあ一旦離れてみようかなと思いまして、まあ一旦休業みたいな感じでそういうのを考えて決めました。今回閉める、お店を閉めることに対しては後悔はないんですけど、本当に今でもみんな応援してくれていて、その中閉店するのは本当に心苦しいっていう部分と、そのまたみんなが応援してくれているっていう部分では心揺れるところはあります。そうですね、ちょっと揺れたりしますけど、まあもう今回は一旦離れるっていう感じです。閉店が決定したことは苦渋の選択とはいえ、常連客は戸惑いを隠せない。本当にこの音楽が聴けなくなるのも寂しいし、ここでいっぱいこの音楽を通して出会いが増えたのもあるんで、本当に寂しいです。俺はどこに寄り道したらいいのかなって。泣けるよね本当に。そんな思いも虚しく、無情にも時は過ぎていく。そして最後の営業日となった11月15日、いつものようにオープン前の準備を行う。何気ないこの作業も今日限り。その姿はどこか寂しげな様子がうかがえる。そうですね、寂しいっていうのか、なんかなんていうんですか、ちょっと気分が落ちてる気がするいや別にそんな実感湧いてなかったのに、今日あたりからちょっと寂しい気がしますねだからなんか
きたい、明日も普通に営業したい感じだ。そして夜も更けた頃、ビートボックスの閉店を名残惜しむ人が続々と来店した。最後に思い残すことがないように、そう言わんばかりにそれぞれが音楽を楽しむ。そして店長自らがマイクを握る。ちょっとちゃんと挨拶してないなと思いました。なんていうんですかね、まだまだ15年っていうね感じもありますけど、20年とかね、これから30年とか本当にやるって言ったら誰だよ。やっていきたいっていう気持ちもありますけどね。まあでも一旦離れようかと思って、まあでもいつでもできると思ってますので、またね皆さんその時にはまたよろしくお願いします。うわー危ない。まあ本当にもうみんなのおかげで一番やりたい仕事ができて、今まで、そしてすごいいい空間、そしてすごいいいお客さん、その中でもう15年やらせてもらって本当にありがとうございます。音楽がそばにある癒しの場所は15年の歴史で幕を閉じた。レコードから流れる音楽はいつにも増して夜空に響いた。何かね、音楽もうずっとあれだからな、空気だね、空気なかったら死ぬ。ありがとうございます。